アイテム番号 SCP-212JP。 オブジェクトクラスユークリッド、ケテル。 SCP-JP-212、 SCP-212JP1。 特別収容プロトコル。 SCP-212JP は現在収容不可能な状態です。 SCP-212JP の発生したシデの防災行政無線は現在、財団障害部門による行政指導の結果無期限で中止されています。特定非常事態下における財団と日本国のまでの各種市政権その他付随する権限の委任または一部異常などに関する包括的協定に基づく財団日本支部による行政介入によって、現在日本全国すべての防災無線設備は封鎖され、あらゆる屋外放送に対して検閲がかけられています。すべての在日本サイトは所属の全職員に対し、対 SCP-212JP 臨時防護処置、耳なし法1の実施の徹底を義務付けてください。また付近の自治体の防災無線などの放送を監視して、異常があれば直ちに司令室、81の緊急対策チーム司令部へ通報してください。説明。 SCP-212JP は市で毎日午後5時30分、冬季には午後4時30分に防災行政無線チャイムとして放送されていた約50秒の音楽です。本来この防災行政無線チャイムは現地住民からはチャイムと通称されており、防災無線の定期点検防犯目的で放送されているものでした。SCP-212JP が放送されるのを聞いていた人間への聞き取り調査の結果、いつものチャイムとは少し異なっていた、といった内容の証言が大量に得られ、この情報がオブジェクト発見につながりました。SCP-212JP は20年、月、日夕方から、日未明にかけて東京都、市周辺地域で発生した商業、流通、行政などのあらゆる社会的活動が大規模な人為的遅延によって麻痺するという事件。以下、未収容事案212-11により、財団緊急調査チームが派遣された結果、発見されました。SCP-212JP を聞いた人間は、オブジェクトの異常性により時間感覚を狂わされます。SCP-212JP を聞いた人間は、脳内で予期的時間評価及び追走的時間評価が正常に行われなくなり、時間知覚が客観的時間に対して大幅に遅延するという症状を呈します。この症状は SCP-212JP を聞いた回数に比例して深刻化し、最も深刻化した症例では、約8万7000秒、約24時間を1秒として認識していました。SCP-212JP を一度聞いた程度では時間知覚への影響は微小なようですが、2度、3度聞くことによりその影響は指数的に増大し、その人間の社会的活動に極めて深刻な影響をもたらします。この時間知覚破壊症状の程度は、SCP-212JP をどれほどの音量で聞いていたか、また1回の放送をどれほど長い時間聞いていたか、などの要素には影響されないことが調査により判明しています。またこれらの時間知覚破壊症状は、A クラス記憶処理によって完全治癒が可能なことが確認されています。調査チームの実地調査の成果により、市防災行政無線が SCP-212JP を放送したのは未収容事案212-1発生の2日前からのみであることが断定され、計3回だけ、SCP-212JP は放送されていたことが分かっています。これを裏付ける事実として、未収容事案212-1の発生の前日夕方から、すでに宅急便の遅配や各種期限付き契約の払い込みや認証などの遅延などが、市周辺で特に集中して発生しており、SCP-212JP による影響が顕在化する兆候が確認されていました。現在まで、市以外で SCP-212JP が確認された例はありません。
インタビューログ2126。対象、市。インタビュアー、エージェント。付記、未収容事案2121緊急調査派遣にて、市は20歳の日本人男性で、SCP-212JP の放送を1回程度聞いているものと推測されます。現在は記憶処置を受けて回遊しています。録音開始、2000年月日。エージェント、あなたは、月日、つまり昨日の夕方頃、市内の自宅へ帰宅の途についていたそうですが、その時、どんな些細なことでもいいんです。何か変なことなどがなかったか気づきませんでしたか？市、やや遅れて反応、間延びした発音、変なこと？いえ、特には。エージェント、何でもいいんです。空が変だったとか、変な音が聞こえた、とか。市、同情、変なこと、あ、音といえば。エージェント、何です？市、同情、なんか、チャイムの音が変な風に聞こえました。エージェント、変な風、とは。市、同情、なんだろう。なんかやけにテンポ遅いように聞こえて、音も低かったような。エージェント、なるほど。ご協力ありがとうございました。録音終了。終了報告書。時間間隔の狂いによって被害者の動作は非常に緩慢です。ここまでで6人に聞き取りを行ったところ、4人が防災無線の音の異常を訴えています。防災無線に何らかのオブジェクトが関与しているのではないかと推測されます。ポイ1、SCP-212JP を放送したとみられる。市内のすべての屋外拡声庫局への調査が行われましたが、他の自治体でも使用されている通常のスピーカー設備と比較して相違は存在せず、拡声庫局自体はオブジェクトとして異常性を持っていないことが確認されました。ポイ2、市防災行政無線の封鎖から3日後の、月、夕方、突如として市内の一部の屋外拡声庫局から一斉に3歳程度の男児とみられる声が放送されました。内容は以下の通りです。もっと遊ぼうよ、ふふふふふふふ。これが放送された屋外拡声庫局の一部には、電気供給が物理的に遮断され、本来ならば放送など到底不可能な状態のものなどもありました。この事案によって屋外拡声庫局はオブジェクトの構成要素、SCP-212JP-1 に指定され、監視体制の強化が決定されました。ポイ3、20年月日現在、兵庫県、市、大阪府、市、市、石川県、市、北海道、市、市、香川県、町、長野県、村等の複数の自治体で同時多発的に SCP-212JP とおぼしき放送が確認され、収容違反が多発しています。財団日本支部は現在数個機動部隊を投入しての緊急対策チームを編成し、事態の収拾に当たっています。本件を受け、特別収容プロトコルが一部改定されました。更新、2000年月日、新たに、の自治体で収容違反が報告されました。一連の収容違反による被害者は推定、削除済み、認定度との試算が出ています。